今日ご紹介するのがですね、天明堂ということでございまして、まあこれはもう呉の皆さん知らない人はいないんじゃないですか。オンライマントーという妻が呉でございますから、よくよく知ってるんですけど、店に来るのは初めてなんですよ。すいません、お世話になります、ごめんなさい。ここはオンライン、あ、これですね、はい、オンラインマントーでございます。天明堂さんっていうのはかなりの歴史ありますよね。ですけど、ちょっとお待ちください、ね。はいはい、詳しいものに変わります、ね。はい、すみません、はい、そうそう、これでございますよ。ラーメン丼の端にあるようなね。あ、どうも、いらっしゃいませ。すいません、全く逆から来ましたけど大丈夫かな。一応ここの会長ということになって、会長よろしくお願いします。あの天明堂というのはもうできてどれぐらいなんですか。天明堂そのものは、はい、熊本に本店がありまして、笹井さんがそこへ勤めて連れ来られて、急に出てきましたね。笹井さんというのはどなたなんですか。従業員さん。従業員ですよ。はあ、熊本の天明堂ので働いてた方。そうです。オンラインマントっていうのもそれ、その熊本から来たものなんですね。もうこれはもう私が考えたもんで。え、会長がお考えになったんですか。そのルーツは熊本にあるという天明堂。熊本で働いていた職人さんがその味をこの地に伝えたのが呉の天明堂の始まり。天明堂の代名詞がオンラインマントー。その歴史を会長が教えてくれました。お考えになったんですか、これどういうふうな経緯で。いや、台湾へ遊びに行ってあ、台湾へ遊びに行って遊びに行って、はい、あの中パイナップルですよね、はいはいはい、台湾でこういうお菓子食べたことありますよ。あるでしょ、四角、はいはい、四角な分。これは美味しいと、このダムを3トンぐらい買うて帰って、台湾から3トンのジャムを遊び行って、それでもやっぱりこうアンテナ張ってたいうことですね。いやいや、 そんなことはないんですが、はい、何とかして持ち上げようと思ってるんですけど僕は。製造は店舗のすぐ隣の工場で行われています。ちょっと覗き見。オンラインマントーがあんなにあるんだ。もうだいたい5000ぐらい作ったね。すごい、ここで見るんですね斬新ですね。お店の一角にはイートインコーナーがあり、セルフサービスでお茶やコーヒーと一緒にオンラインマントーを味わえます。さあ、それじゃあそのオンラインマントーをいただきとうございます。もうでも本当に呉のお宅に行ったら大体ありますな、あのオンラインマントはね。そうですか。そうこういうしっとりした感じ、うわー、これはい、じゃあいただきます。うんうん、本当にしっとりしてて、持ってきたものをそのまま使うんじゃなくていうことなんですな。そうです、そうです、ね、うん、日本人の口に合うように、もうどれぐらいのその試行錯誤があったんですか。だから、うん、4年ですよ。4年ずっと、3トンのジャムでそうかそうか、そうか、4年ぐらい4年かけて3トンのジャムをちょっとずつこうどうすればいいのかと。はあ、呉メーカーオンラインマントーのある和菓子屋さんに遠征さん認定でございます。いや本当に美味しゅうございました。いいえ、ありがとうございました。